イタリアン YouTuber ライバー佐々木カルパッチョです、今日はですね渋谷に来て、チャンネル登録をいよいよ823人まで来たんで1000人行くまでちょっとこっから追いかけていこうかなという企画を出てくれる方を探して今日はいろいろちょっとさまよっていこうと思ってます。で今見てる人で出てくれる人をもうねこの場で探していくっていうのをやろうと思ってるんでガチで出てくれる人を今探そうと思ってるんですけど、こんにちは。今ちょっと YouTube の撮影してるんですけど、ちょっと僕チャンネル登録1ヶ月で1000人いくっていうのに挑戦してまして、今27日じゃないですか。あと4日で173人まで来てるんですよ。でチャンネル登録してくれた人をこっからちょっとね出ていいよっていう人は出てもらいたいなと思ってるんですけど、誰か一人でもチャンネル登録してもらえませんか。ダメ、誰でもいいです、誰でも。すごいすごい嫌がってる。あ、まず出るの NG ですか。ちょっと出るの NG の NG。 あ、じゃあダメだ、ダメです。で出るの NG っていうことなんで、残念ながらちょっと出てくれる人を探してるんで、ちょっとまた別の人に聞いてみる。ダメ、絶対ダメ。じゃあ出てくれません。ダメ。オッケー。あ、じゃあちょっとこっち来てもらっていいですか。ちょっとだけで、ちゃんと編集して、もしあれだったらモザイクとかも後からでも入れれるんで。じゃあちょっとルイ・ヴィトン、僕イタリアのこと宣伝する YouTuber なんですけど、ルイ・ヴィトンの看板の前で、出てくれるということなんで、これ必ずちょっと出てもらったら絶対出すようにはするんで、ちょっと本当に、僕がどんどん有名になってきて、あの時の寿司ヶ崎という時は出てこないから P 入れたりとかするんで、お願いしたいんですけど、ちなみに今825人なんですよ。あと175人全員出すんで、何人登録するか別にせえへんからってあれやなってないんで、1000人行って、1000人行ったらなんかちょっとみんなに1000人まで行った人にプレゼントするのを考えてるんで、その権利もせっかくなんでゲットしていただけるんで登録してもらえませんか。いいっすか。ちょっと今すぐQR コード出すんで、みんな登録してください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。3人、この3人のイケメンですね。今19歳、学生さんですか。18。なんかすごい聡明な顔しますね。慶応大学。素晴らしい。P 大学、もう言って出ていい。A 大学、駅伝マラソンで有名な、ちょっと5連覇はできなかったっていうね。なんか若干5連覇したら引退しようかなっておっしゃってた、マラソン、駅伝の名門のみんな同じ学生さんで、出てくれて、かつ登録してくれましたんで、僕は今日思いついたんですけど、1000人行ったらちょっと抽選して、皆さんが喜ぶものを、そうだな、何分の1ぐらい当たると嬉しい。ちょっと1000分の1だとね、なんかやらせちゃうかみたいな。10人ぐらい当たるそうです。そうすると100分の1、100分の1か、100分の1で1人当たるぐらいだと。どうですか。もう一回、どれぐらいですか。10分の1。10分の1きついよね。じゃあ、あれしようか。じゃあ10分の1で何かしら当たるやったらいいですか。例えばなんかこう、もうなんかこう僕がサインして1000人いってありがとうとか。そんな嬉しいんか、それ嬉しいんかな。1000人いった YouTuber のなんかありがとうございますみたいな直筆のサイン入りみたいな、嬉しいと信じよう。じゃあ分かりました。じゃあ皆さんがこう出てくれた最初の人なんで、10分の1 100人に、プレゼント考えておきます。でそのうちのなんか上位の人にはなんかおおこれはっていうものをプレゼントしようと思います。ちょっとディズニーのチケットぐらいかな。上位の人はね、いや全員じゃない。全員にディズニーチケットやるんやったら、もうなんかそんだけの経済力を持って自分で YouTube やらずなんかやるよね。なんでぜひ皆さんチャンネル登録していただいたので、まずちょっと動画は毎日上げてるんで見ていただきたいのと、こういう感じで渋谷でドラゴンボール街に隠してそれを見つけた人に任天堂スイッチあげるっていう、もうあそこにすげえ立ってますけど任天堂スイッチ、そういう YouTube やってますんで、よかったら皆さん続き応援していただけると思います。素晴らしい好青年が早速応援してくれましたんで、ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。ありがとうございます。以上です。はい、ということでですね、2組目なんですけど、
あの素敵な男子と女子の、3人組の方が、まあ、あの登録 してあげますよということでですね、あのなんとかお願いしまくってですね出てもらえることになりましたんで、ちょっと呼び込もうと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。どうぞ。あ、すみません、僕は元々の立ち位置間違っちゃったんで、ありがとうございます。皆さん こんばんは。今日はこの時間からどっか行かれるんですか？ご飯を食べに行く。渋谷でご飯といえばね、何系食べるかというと、僕結構あのグルメ、まあ、もう大人41なんで、結構皆さんのお父さんぐらいの年なんで、そうなんですよ。もうあの普通の仕事しながら、まあ、あの YouTube も結構応援してくれる方が多いんで、あのやっていこうということでやってる、まだ1ヶ月なんで、まあ、まだまだ新米 YouTuber なんですけど、ご飯どんなの食べるんですか？なんかおすすめとこ言いましょうか。決めてない。あの、まあ、飲みに行けば行く感じですか？ご飯食べて飲むよ。トンテキとか食べたことあります？東京トンテキ、すごい美味しい。男性も女性もハンバーグボリューミーで1000円ぐらいです、ね、あとはあの山本のハンバーグ、ハンバーグはおしゃれで美味しいです。ハンバーグ肉好きです。あ、お前、いや、まあ、男子がいるから、で女子も結構ほらもう今の世の中ほら見た目とは違ってギャップで肉好きの人もいるじゃない。チャンネル登録ぜひしていただいてもいいですか？あの QR コードを出しますんで、それで呼んでもらえばそのまんま行けますんで。なんかすごい、なんかよくわかんない、なんか本生のなんか流れてますね。あ、これをカメラ立ち上げてもらって読むとそのまま僕のページに飛ぶという、そういう便利なやつなんで、世の中の進歩を感じますね。これですね。ありがとうございます。これでちょっと登録、あ、ありがとうございます。あ、2人くらい減っとる。こういう切ないことあるんですか？あ、6人生なんか。じゃあちょっとあの、そうですね、はい。ありがとうございます。これね、ログインしてない人に関しては基本的にもうブブーって感じですね。あの、ログインすることで思考停止しちゃうパターンなんで。はい、ということで、ちょっと一組目、すごいあの話を聞いてくれる19歳の学生さんが出てくれまして、3人登録してくれたんで、ちょっとまた次の組を探そうと思っております。ここで毎日ライブ配信やりながら YouTube も上げてるんですよ。なんでクレームがあったら僕ここに来てもらえば、はい、もう消してくれとか、もうモザイク入れてくれとか、ピーとかは後からでも入れるんで、はい、お前のに出たせいでなんかいじめられるようになったとか、もう本当に全力で謝りに行きますんで、やめてください。見てる人やめてくださいね、そういうの。はい、ということで、あの登録していただいたんで、何か、なんか自分らでうまいもん食いに行くぞとか、なんかどういう雰囲気、なんだそれ、そんな会話ある？なんかこう、私これ応援してみますみたいな、もう例のやつで言っていただいて、のアークル大好き、アークルね、アークルっていうバンドの YouTube チャンネルは概要欄に貼っときますんで、あの皆さん、あのぜひ一度聞いてみてください。何というタイトルでしたっけ？溢れ出すがもう溢れ出すよっていうことだそうなんで、みんなで溢れ出す聞いて春を満喫しようぜということで、素敵な3人の方に出ていただきました。ありがとうございました。グラッチョビーで、ありがとうございます。ありがとうございます。3人目登録してくれる方が来てくれました。ありがとうございます。今日は何やってるんですか、渋谷で？今日は普通に女友達とあのご飯食べてました。ああ、なるほど。で、ご飯食べてちょっと帰ろうかなと思ったら、なんかこの看板見てくれて、はい、面白いな。ああ、本当ですか、ありがとうございます。はい、まあ、あのチャンネル登録を、まあ、していただきたいんですけども、はい、いいですか、調べていただいて。はい、佐々木カルパッチョなんですけど、はい、何カルパッチですか？佐々木カルパッチョです。はい、あ、はい、ありがとうございます。佐々木カルパッチョ。はい、まあ、ちょっと YouTube 僕、まあ、毎日ここの渋谷にここにいて、まあ、街にいる人と、まあ、ライブ配信とかしながらこう交流しつつ、はい、渋谷の街がなんかこう歩いてて、こう宝探しとかして、まあ、楽しい街になればいいなっていう目的でこう、まあ、渋谷にドラゴンボール隠すようなイベントで、この YouTube やってるんですよ。はい。もしね、楽しければぜひ見に来てもらえれば。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと撮ってるんで、ごめんなさい。で、あのなんか、ま、もしなんかお兄さん自体も、こうおすすめしてる YouTuber さんとか、なんかこう情報があれば聞きたいんですけど。あれ、やっぱ柴田とかですかね。柴田、なるほど、プロレスリング柴田ですね。柴田さんの好きなとこってどういうとこなんですか？パチンコ打っちゃったりとか、風俗行っちゃったりとか、なんかわけわかんないことして、はい、
なくてけど登録者98万人ですごいっすよ ね, ね, すね柴田さんもね、はい、もう大あのとにかくだからその世の中のトレンディーな話題に対して一番にこう 食, い、まあ、食いつくって言ったらあれですけど、はい、すぐニュースとしてちゃんと自分の中で消化して発表するのはすごいですよ ね, すすね情報としてはね、はい、いや僕も柴田さんの新しい動画一郎さん聞けとかも見ましたもん、ね、あいいですねあのパチスをやろうねとか言ってました、はい結構なんかめちゃくちゃやってるけど、うん、なんだかんだ炎上しない感じが面白い。あのね、うん、絶対それね、やっぱり、ねはい、言うべきこと言いながらバランス感覚持ってる人ってね、やっぱ頭いいんですよ。頭いいですね、はい。柴田さんはね、僕もね、お会いしたい YouTuber の一人ですね。はい、ちなみにここでレペゼン地球さん、僕好きな YouTuber さんレペゼン地球さん、はい、まあ尊敬してるんですけど、はい、でとヒカキンさんがコラボした時に、僕ここで出させてもらったことがあって、すごいですね。はい、その辺に出たっていうのがまあなんかそれでますます YouTuber のことを、はい、自分もやりながら、はい、リスペクトするようになったんで、はい、すごいですね。なんかみんなが好きな YouTuber さんを聞いたりっていうのはね、うん、結構楽しいです、ね。ああ、はい。いろんなね、お父さんが。YouTuber じゃないんですけど YouTuber じゃない、はい、なんか普通にお父さんが出てる動画が80万回再生とか、80万回再生されてる。え、なミュージシャンですか。ミュージシャン、亡くなっちゃったんですけど、ミュージシャン、ね、お亡くなりになったけど、もともとプロのミュージシャンですか。そうですね。じゃあ今はお仕事的にはじゃあそういう仕事継いでるわけでもなく、今は全然関係ないし、今は全然違う仕事。なんていう方なんですか。森岡健っていう、ね、森岡健さん、はい、どういう バンド？シンセサイザーをやったり。シンセサイザー、はい、じゃあもうミュージシャンって言ってもシンセサイザー弾きながら歌歌ったりもする。そうですね。亡くなった追悼ライブとかが2年前ぐらいにあって、はい、有名な方で騎士団って出ていたんですけど、なんか知名度が亡くなった時にラルクのボーカルの人がコメントとか入れたりとか、じゃああれなんですね、こう今ミュージシャンで頑張ってる方にも影響を与えられた方がお父さんだったみたいですね。じゃあまあこういう YouTube、まあ、柴田さんとかも見てるけど、はい、まあ、こうメディアに出たりとか世の中に出ようとする人に対しての興味っていうのは人一倍じゃ強いんで、あの面白そうですね。なるほどなるほど、はい、じゃあまあこのね今日僕の看板見ていただいたのもご縁なんで、はい、まあ、今日チャンネル登録していただいたんで、はい、もう自分は毎日渋谷でここで活動してるんで、はい、いつでも来ていただいて、はい、何かね、またその森岡さんの息子さんの力になれることがあると思ってますんで、はい、これからよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。出てくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい。